はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。今回は現在やってきておりますポルトガル国籍染め、こちらのガチャを徹底研究していきたいというふうに思っておりますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、ということでスカウト画面にやってきました。今回ね、前回の動画でお話予告させていただいた通りですね、ポルトガル国籍染めのガチャですね、開催期間がまだ6月21日までということで残り2週間ありますので、まあ、引くべきかどうか、迷っている方も多いんじゃないのかなというふうに思いますので、徹底解説徹底研究していこうかなというふうに思っております。このチーム果たして強いのかと、作ったらどれぐらいのチーム総合値になりうるのかと、まあ、そういうところをね予測していこうかなと。まあ、当然ガチャを引いている方は分かっていることだと思うんですけども、まあ周年でもないこのタイミングでやってきたポルトガル国籍染め10名が新登場となっているんですけども、なんで今回わざわざこんな研究までしようと思ったかというとですね、その理由の大きな大きな要因がこちら、クリスティアーノ・ロナウド選手、個人総合値が爆発しておりまして、15078というところまで行きました。特徴は3つ持ち、大きな総合値が上がっている理由はこちら、S がですね6個という選手についになりました。いや、これがね初登場、ゲーム内初登場ということになりましたので、まあ、この選手1人でねチーム全体が大きく変わるわけではありませんけども、まあ、こっからはですねこういう S6 個みたいな選手がですね1つのくくりに対して1人登場なのか2人登場なのか、いや3人4人登場しちゃうよみたいなことがですねどんどん起こってきて、チーム総合値がですね、バズっていく、どんどん上がっていくという形になると思いますので、その第一歩となったこのポルトガル国籍染めを注目しないわけにはいかないということで、今回研究していきたいと思います。いきましょう。では研究の第一歩として、まずは監督ですね、こちらのフィリップ監督となります。星6監督、得意戦術はもちろんカウンターという形、フォーメーションコンボが5点系の遊撃というところになっております。ポリシー特徴2つあります。ボールピッカー、マークとパスカットが中アップする。はい、このポリシー特徴は監督と得意戦術が一致している選手に付与されますと。はい、ディフェンス系ですね。はい、そして聖域の極意、パスとパスカットがダイアップする、まあミッドフィルダー系というか、ボールを止めて供給するというタイプのポリシー特徴、こちらは得意戦術が一致して、必要プレースタイルの選手に付与されるよという形になっております。はい、監督アビリティ、まあこの辺はいろいろとありますけども、特に今までと大きな変化はないというところになります。はい、4-3-3の至ってシンプルな、フォーメーションになっておりまして、ですね、右ウィングのアタッカー、オフェンシブミッドフィルダーのインサイドハーフ、右サイドバックのクロスター、センターバックの組み立て、センターバック、ゴールキーパーの守護神というのが必要になっています。フォーメーションの 4-3-3AF というところになっております。効果、全選手のドリブル、パス、ここまでがオフェンス系ですね。セービング、これはゴールキーパー、パスカット、ディフェンス系、キープがテクニック、そして精神力はメンタルということで、6個ですね、の、項目が最大で 80%、 ポルトガル人選手だと最大 102% 強化されるという形になっておりますので、見逃せないというところ、まあ、なかなかフィジカル系の強化はないよというところにはなっているんですけども、まあ、6個上がるということで、まあ、非常に素晴らしいんじゃないかなと、まあ、気になるのは、まあ、あんまりフィーチャーされることないセービング、そしてメンタル、ね、精神力というところがコンボ効果に入っているというのがやっぱ気になりますね。それだったらやっぱりタックルとか、スピードとかにね、コンボ効果振ってほしいなという気持ちはありますけども、まあ、監督に関しましてはこんな感じというところです。まあ、このフォーメーションコンボ 4-3-3 というところ、ね、オフェンシブミッドフィルダー2枚、ディフェンシブミッドフィルダー1枚、でウィングがいるという形をベースにですね、今回の選手を見ていかないといけません。はい、ということでですね、編成画面にやってきたんですけども、これが僕自身が現在使っているカウンターチームをまず紹介しておこうかなというところになっております。まあ、これが比較の対象になります。まず、戦術カウンターのくくりというところでは、僕は AC ミラン染め、使っているんですけども、まあ、その後ですね、リバプール染め、そしてイタリアリーグスターズ染めなどなどやってきておりますので、おそらく監督、ね、の面、選手の質の面も含めてですね、この AC ミラン染めよりもリバプール染めやイタリアリーグスターズ染めの方が強いかとは思うんですけども、僕はこの AC ミラン染めも十分
強いチームが作れていると思いますので、まあ、比較対象としては悪くないかなということで今回紹介させていただきます。さあ、あとでですね、左右に並べてご覧いただこうと思うんですけども、この総合値401,454というのがですね、まあ、スタメンの選手の質だけで、とりあえずですね、見ていこうかと思います。例えばバンディエル特徴とか、まあ、キーマン特徴、などなどですね、レーン特徴などもチームの総合値にはバフがかかっていると思うんですけども、まあ、それはちょっと置いといてですね、レギュラー11人のですね、質見ていきたいと思います。まあ、総合値というところですね。で、総合値を判断する上で一番重要な要素がですね、能力アップというところ、先週、詳細画面の一番下ですね、能力アップのところに S ランクが何個あるかっていうのがですね、一番分かりやすい、個人総合値を測る指標だと思いますので、まあ、これを今回判断材料に見ていこうと思うんですけども、この AC ミラン染めに関しましてですね、 S4 つ持ちの選手が3人。おー。ファンバステンとルイコスタとライカルトになっております。そして、その他の選手はすべて S2 つ持ちになっております。はい。まあ、それも相当強いチームだと思うんですけども、まあ、これ AC ミラン詰めが周年でやってきた時に新登場となった選手以外にも、まあ、その前の段階の、にも登場していた選手、クラブ AC ミランだけどね、そしてその後、まあ、戦術別スカウトだったりとか、その後のですね、強化系のスカウトでやってきた選手もまんべんなく入れた上で、この、チームになっておりますので、まあ、結構いい質になってしまっているんですけども、今回のポルトガル国籍染めがこのチームをどれぐらい上回って作ることができるのかっていうのをね、まず見ていこうかなというふうに思っております。さあ、今回の動画はですね、戦術カウンターの最強チームを作ろうというですね、コンセプトよりも、基本的にはポルトガル国籍染めでどれぐらい強くできるのかっていうのをですね、一番の、なんていうんですかね、議題にしていこうかなと思っております。で、今回10名の選手が新登場となっているということは、今回の新登場選手だけでは1チーム作ることができません。で、足りていないポジションがですね、オフェンシブミッドフィルダー1枚というところになっております。で、そこにめちゃめちゃ当てはまる選手がですね、実は過去シリーズの選手でおりますので、まず紹介させていただきます。はい、それがこちらになります。これがですね、先ほども紹介した AC ミラン染めでやってきておりましたルイ・コスタ選手になってきております。これがね、やっぱ選択肢第1位であることは、まあ、まず間違いないかなというふうに思っております。今回目玉の選手の一人でもありますデコ選手の横に並べるのはこのルイ・コスタ選手がね、やっぱベストかなというふうに思っております。コンボ特徴持ちで周りの選手を生かすこともできるし、総合値はね、選手、能力アップ4つ S ランクがあるよというところも含めて、今ねポルトガル国籍得意戦術のカウンター全く今回のチームに対して問題がない選手なので、まあ、今回、ポルトガル国籍染めのチームにこのルイ・コスタ選手を加えることを前提にして、11人の選手を組んでいこうかなというふうに思っております。はい、ではそのルイ・コスタ選手を加えた、今回のポルトガル国籍染め、見ていきましょう。こんな感じになります。どうぞ。はいはい、ポジション、そして選手名、そして S ランクの数、まあ、これがね、総合力に直接的に影響してくるという形になっておりますので、まあ、これがイコールですね、個人の総合力と見ていただいていいかなというふうに思いますけども、ですね、S ランク6個持っているクリスティアーノ・ロナウド選手、まあ、これは抜けてますね。まあ、今回初登場となるタイプの選手ですからね。で、ルイ・コスタ選手を含めて S ランク4つ持ちの選手が、なんと今回5名いるというチームになります。これはめちゃめちゃ強いですね。はい、そして S ランク2つ持ちの選手が1人2人という形になっております。そして S ランクを持っていない選手が3名というところになりますね。で、同時に出させていただいている右側、はい、AC ミラン染めは先ほども紹介したように S ランク4つ持ちの選手が3名、そしてその他は全員 S2 つ持ちということで、これだけ見るとね、正直言って現状は微妙。はい、右側はマジで AC ミラン純正のチームになっております。その他の、戦術カウンターの選手は入れていないよと。で、左側ももちろん、ポルトガル国籍染めのみで作った現状の最強チームと言えるとは思うんですけども、やっぱりですね、
S ランクを持っていない、総合値にして11,800ホネアララみたいな選手がですね、まだまだ3人いるというチームですね。まあ、現状はね、AC ミラン染めに、及ばないんじゃないかなと。ということはつまり、リバプール染めやイタリアリーグスターズ染めにも及ばないんじゃないのかなというのが現状の予想でございますが、皆さんいかがでしょうか。まあ、しかしですね、ここからポルトガル国籍染めまだまだ展開される可能性はありますので、今後は分かりません。現状6月21日までに、今回のポルトガル国籍染めを引くかどうか決めないといけない、その後展開されるかどうかはですね、その判断に入れることはできませんので、まあ、現状どういうふうにチームを作るかということを考えないといけません。ということでここからはですね、ポルトガル国籍というところにこだわらず、まあ、こだわりつつこだわらずというかね、このチームをどれだけこの状態から強くできるかというのを考えていかないといけません。つまり S ランク0個の、ポジション、はい、見ていただきますと、ディフェンシブミッドフィルダーの、パリーニャ選手、はい、左サイドバックのゲレイド選手、そしてセンターバックのペペ選手、ここに代わる選手をどのように入れていこうかということを考えていかないといけないわけです。はい、ということでここから考えていく順番をここで紹介させていただきますが、優先順位はですね、ポルトガル国籍当然ですね、第1位です。そして2つ目がですね、戦術カウンターというところになります。はい、そしてそこからですね、このチームポルトガル国籍染めに欠けている要素、キャプテン特徴持ち、オフェンスキーマン特徴持ち、そしてレーン特徴持ち、こういう選手をですね探しながら、どういう組み合わせが一番いいのかというところを見ていかないといけません。足りていないポジションは先ほども言った左サイドバック、センターバック、ディフェンシブミッドフィルダーの3つになるというところでございます。先ほど紹介したこの選手外したいよねって言った3名のうち、ペペ選手に関しましては、バンディエラ特徴持ちを持っておりますので、ベンチに置くことは前提、しかし、スタメンでは使いたくないよねという能力になっております。で、この、重点要素の1つ目、ポルトガル国籍に関しましてはですね、先ほど紹介した11名がまあまあほぼ最強に近いと、言っても過言じゃないかなというふうに思っております。ポルトガル国籍の選手だけで見るとやはりですね、 S ランク0個の選手を入れざるを得ないというところになっております。では続きまして優先順位2つ目を細かく見ていきましょう。カウンターというね、戦術の選手を、ポルトガル以外の国籍でも入れながら、どういう強いチームが作れるかというところを見ていきたいと思いますけども、はい、まずはこちらの選手になります。ピルロ選手でございます。こちら AC ミラン染めからの流用なんですけども、ディフェンシブミッドフィルダーで、能力アップの S ランク2つ持ちの選手になるんですけども、正直ですね、能力アップ2つ持ちのディフェンシブミッドフィルダーカウンターの選手はたくさんいるんですけども、まあ、もっと強い選手でいうと、リバプール染めでやってきていた、まあ、例えばシャビ・アロンソ選手だったりとか、ファビーニョ選手っていうね、ダブルディフェンシブミッドフィルダーも両方とも、ピルロ選手より総合値はやや強いんですけど、ピルロ選手なんとキャプテン特徴を持っていると。これがですね、ポルトガル国籍染めに欠けている要素になりますので、でかつね、総合値も上がるというところでは、このピルロ選手の起用を持っている方は、考えていただいてもいいんじゃないのかなというふうに思っております。まあ、おすすめナンバーワンですね。はい、続きましてセンターバックですけども、これも AC ミラン染めからの流用になります。フランク・ライカルト選手でございます。プレセルチェントラーレなんですけども、まあ、これは大きくチームに影響することはないかなと思います。この選手に関しましては S ランク4つ持ちのセンターバックというのは、戦術カウンターにおいては唯一と、今回やってきておりますリカルド・カルバーリオ選手と並んで、ナンバーワン、ツーというところになりますので、ライカールト選手を入れれるとチーム的には、まあ、ペペ選手を入れるよりは間違いなく強くなるかなというところでお勧めさせていただきます。はい、では最後にですね、左サイドバックになるんですけども、ここではね3人簡単に紹介させていただきたいと思います。はい、まずは僕自身は所持していないんですけども、リバプール染めのロバートソン選手、こちらがですね一つおすすめになるかなというふうに思っております。組み立てサイドバック系統でなんですけども、こちら何がいいってですね、まあ、さっきピルロ選手の時にキャプテン特徴持ちというお話をしたんですけども、まあ、こちらのロバートソン選手もキャプテン特徴持ちで左サイドバックという形になっております。なのでリバプール染めをやっていた方にとっては、左サイドバックにロバートソン選手、そしてディフェンシブミッドフィルダーにシャビアロンソだったりを入れるという
形も取れるので、まあ、AC ミランをやっている僕とはちょっと考え方が変わってくるかなというふうに思いますので、うまくキャプテン特徴の選手、ピルロ選手かロバートソン選手で代用していただくといいんじゃないのかなというふうに思います。はい、そして他の2人の選手なんですけども、それがですね、この SWCC 選手の中にいるというのがなかなか面白い要素なんですけど、まずはこちら、はい、ケネダン選手でございます。こちらもですね、リバプール染めの SWCC さん選手ということで、まあ、S ランクのスキルをすでに2つ持っているというのが SWCC 選手の特徴なんですけども、で、能力アップの S ランク2つというところになりますので、この選手、獲得して育てたら、今回のポルトガル国籍染めにもですね、なんとか対応してくれるんじゃないのかなというふうに思います。で、もう一人 SWCC さんの選手を紹介させていただきたいんですけども、まあ、こちらもですね、総合値ケネダン選手には若干劣るところではあるんですけども、もうちょっとした、こちら、はい、ということで、こちらのシュリンガー選手も得意戦術カウンターの左サイドバック、総合値12,784というところになっておりまして、まあ、超回復などもね、持っているというところから、なかなかいい選手なんじゃないかなと思います。ただし、スキルの方がですね、特別なバフがかかるタイプのスキルではありませんので、まあ、シュリンガー選手あらかじめ持ってるよっていう方は代用が効きますし、シュリンガー選手にしろケネダン選手にしても、改めて、今回ね SWCC さん、SWCC から獲得しないといけないよっていう方はですね、まあ、ケネダン選手を持っていただくのが、いいんじゃないのかなというふうに思います。はい、ここまで紹介した要素で、まあ、おそらくね、もう11人は決まってくるんじゃないのかなと思うんですけども、ここからはですね、特徴という面で今回の、ポルトガル国籍染めに欠けているところを補ってくれる選手を紹介していこうかなというふうに思うんですけども、まずは先ほどから話題に上っているキャプテン特徴に関しましては、4人のかなの選手を紹介させていただきます。こちら、はい、まあ、総合値順なんですけども、ピルロ選手、ディフェンシブミッドフィルダー、センターバック、ベッケンバウアー選手、左サイドバックのロバートソン選手、そして、センターフォワードのデルピエロ選手というところになっております。なので、デルピエロ選手などね、こちらをオフェンシブミッドフィルダーで使うなんていうのもありだとは思うんですけども、まあ、総合値的にもピルロか、まあ、ロバートソン、まあ、そしてライカールと思ってない方はベッケンバウアーをセンターバックに入れてキャプテン特徴を補うなんていうのもありかなと思います。はい、続きまして、ポルトガル国籍染めに欠けている要素2つ目なんですけども、オフェンスキーマン特徴の選手が今のところ出ていないというのが結構ね、重要な要素になっているかと思います。オフェンスキーマン特徴持ちの選手、この選手入れたらどうですかというところはこんな感じになります。どうぞ。はい、まあ、センターバックのイブラヒモビッチ選手ですね。まあ、ジョアン・フェリックス選手がポルトガル国籍で使えているので、わざわざイブラヒモビッチにしなくてもいいかなというところ。で、これ、オフェンシブミッドフィルダー、ルイ・コスタ選手はですね、イタリアリーグスターズの方のルイ・コスタ選手になっておりますので、まあ、こっち、オフェンスキーマンの方を優先して、総合値よりもね、こちらの AC ミランバージョンでなくて、イタリアリーグスターズバージョンを使っても、まあ、悪くないかなというところ。そしてこの3つ目の選択肢、ヌニエス選手、リバプール染めのジョーカー選手なんですけども、まあ、こちらをですね、後半からジョアン・フェリックス選手に変えて、入れてですね、後半からオフェンスキーマン特徴を、採用するっていうのもね、個人的にはありなんじゃないのかなというふうに思いますので紹介させていただきます。まあ、あと最後ですね、ちょっと面白い選択肢として、このセイドルフ選手、紹介しておきます。総合値的にはですね、さっき紹介した、ポルトガル国籍染めのパリーニャ選手よりも強くて、ディフェンシブミッドフィルダーに収まって、かつオフェンスキーマン特徴持ちということなので、まあ、ここまでは選択肢として、ありなんじゃないのかなというふうに思いますので、まあ、キャプテン特徴などとの兼ね合いもありますけども、まあ、ありになる選手かなと。まあ、一番のおすすめはね、上から順番ではなくて、やっぱヌニエス選手を後半から入れるっていうのが、オフェンスキーマンに関しては現状は一番いいかなと思ってます。はい、そして最後がレーン特徴なんですけども、まあ、チームにおいてね、2本までレーン特徴は収めることができますが、今回のポルトガル国籍染めでは右サイドのゴーライということで、
ベルナウト・シルバ選手、シウバ選手がですね、右サイドの連続帳を持ってるんですけども、ではセンターと左側をどんな選手で補えるのかっていうのをね、皆さん気になるところだとは思うんですけども、実はねこれに関してはですね、見合った選手がなかなかおりません。AC ミラン染め、今も画面の上の方に出てるかと思いますけども、フリット選手が、中央のを持っておりますので使いたいところなんですが、まあ、なかなかセンターフォワード、そしてオフェンシブミッドフィルダーにこういうタイプの選手をレーン特徴のために入れれるのか、ちょっとなかなか迷うところですし、その他っていうところになるとかなり、センターや左サイドを持っている選手っていうのは総合値が劣ってしまいますので、まあ、入れるとしてって感じ、入れるとしてフリット選手一択になるのかなというふうに思っております。センターの行運ですね。まあ、センターっていうポジションに関しましては、まあ、かなり、選手の数が多いですし、相手に対するデバフもついてますので魅力的な、ね、選手にはなるんですけども、なかなか使い道、迷うなというところなんですけども、まあ、一応ね、レーン特徴も2つまでチームに置けますので紹介させていただきます。はい、ということで今回の動画の締めにさせていただきたいと思います。ここまで紹介した要素を入れて、ポルトガル国籍染めを使った最強チームはこんな11人になるんじゃないのかなというところを紹介させていただきたいと思います。こちら、はい、ということで、ポジション別に見ていただいていかがでしょうか。完全に主観も入っております。なかなかこういうのはね、客観だけではね、なかなかやれないところもあるんですけども、まあ、センターフォワードに上からフェリックス選手ですね、左ウィングにクリスティアン・ロナウド、右ウィングシューバー選手、この3名は本当めちゃめちゃ強いですね。でオフェンシブミッドフィルダーにデコ選手とルイ・コスタ選手、ディフェンシブミッドフィルダーに、まあ、キャプテン特徴持ちのピルロ選手を入れるパターンで僕は考えております。はい、そして左サイドバックにケネダン選手、右サイドバックに総合値も強いカンセロ選手、そしてセンターバックにリカルド・カルバーリョ選手と、こちらが、ライカールト選手ですね、総合値強い。そしてキーパーにディオゴ・コスタ選手を入れていくというところで、ポルトガル人以外の選手が、まあ、一応入ってきてしまう、3人は入ってきてしまうという形なんですけども、まあ、これでカウンターチームを1回作ってみようと、まあ、そうすると、はい、右側にここから先ほども紹介した AC ミランの、選手、ね、AC ミラン染めのチームを出させていただきますと、こんな感じ、はい、比較してみて皆さんいかがでしょうか。先ほど紹介した AC ミラン染めのチームが総合40万ちょっと、そして監督が星5から星6監督に上がっているね、などなどの要素を踏まえてどれぐらいの総合値のチームが作れるのか僕は分かりません。もうガチャね完全に引いてもうこんな感じになるよって紹介してくれてる方もたくさんいると思うんですが、まあ、僕は机上の空論として今回は僕なりに研究させていただきました。この動画を見てですね、あ、ポルトガル染めを引くとこういう感じの編成になっていくのかっていうね、参考になったよ、これから引こうと思ってるよと思ってくださる方はですね、高評価、チャンネル登録、そして、コメントなどいただけると非常に参考になりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで今回はポルトガル国籍染め作ったらこんな感じになるんじゃないかっていうねお話をさせていただきました。動画ちょっと長くなっちゃったかもしれませんけども、個人的にね、自分なりに、しっかり研究させていただきました。また次回以降の動画も見ていただけると嬉しいです。今日はここまでにさせていただきます。失礼します。